ケカ買うならトレカキャンプ。はい、ポケ飯チャンネルのリリーです。ゆかです。今回は何を使ってくれるでしょうか。今回はステラミラクルで強化されたドラパルト EX デッキを持ってきました。で、相方として今回はヨロノズコを採用してます。はい、で、自分はリザードンデッキを使って対戦していきたいと思います。どうやらリザードンにめちゃくちゃ有利らしいので、そうだね、ちょっと楽しみに対戦していきたいと思います。それではどうぞ。最初はグーじゃんけん、はい、先行で、はい、ここです。お願いします。お願いします。1枚引きます。そしてはこんな感じです。先行1ターン目はドラメシアを出して手張りをして、で、まあこの手札だとネストボールがあるんで即席充電をしてワンを割ろうかなと思います。で、2ターン目からファントムダイブを打っていきたいですね。ネストボールで負傷します。ロトムブイとします。第1ターン目はエボリューションを飛ばします。基本炎エネルギーと基本超エネルギー持ってきます。ドラメシア出します。基本超エネルギーあります。これで即席充電で3枚引いて終わります。はい、1枚引きます。今手札がこんな感じです。はい、まず流しパフェを使います。人影と回り出します。で、ペッパー使います。ペッパーで封印石とネストボールを持ってきて、このままネストボールで処理します。で、ロトムブイ置きます。で、手札からキョバワル置きます。で、この盤面なんですけど、先行2ターン目にドラパルトに進化してファントムダイブを打ってきた時に、こちらのポケモンが2匹倒されてしまいます。で、その時にヨマールを2面置いておくことで、相手がボスの指令などを使わなければヨマールが残るので、サマヨルに進化してカーストボムを使うとちょうど相手のサイドが3枚になって、ヨマールでドラパルトに50ダメージ与えることでバーニングダークで倒すことができるので、この盤面にしました。森の噴石を貼って、で、手札4枚で即席充電で3枚引いて、これで盤終わりです。1枚いきます。1ターン目というのはこんな感じ でこのターンは、まあ、手札もね十分に揃ってるんで、ファントムダイブ打っていきたいと思います。で、ここで以前だとヨマールを気絶させてしまう場合で、サイドを2枚取ってしまうとカーストボム込みでドラパルトが一撃で気絶してしまうんで、エネルギーがきつかったんですけど、診断できらめく結晶が登場したことによって次のターンからも技が打ち続けられるので、ここはサイド2枚取ってもいいのかなと思ってます。ペパー使います。緊急ボードと向かい足ポヒンいきます。向かい足ポヒン使用します。方法とドラメシア出します。不思議な雨で診断、緊急ボードもあります。で、逃げます。ドラメシアベンチ出します。それで基本炎エネルギーを貼ってファントムダイブとかと、あと夜回り60ダメージで2枚取ります。で、番終わります。じゃあ1掛け前に出して1枚参ります。先ほど説明した通り、このターンはドラパルトを倒すことを目指していきたいと思います。ついでにアンフェアスタンプで相手の手札も2枚にできたら、まあ、より相手復帰しづらいんじゃないかなと思うので、それを狙っていきます。サマヨルに進化します。じゃあペパー使用します。魔剣気ハチマキとアンフェアスタンプ持ってきます。ここでブイスターパワー、スターアルキムに使用します。このカードで不思議な雨使ってリザの EX に進化します。で、特性煉獄支配で前のリザードの EX に2枚つけます。で、魔剣気ハチマキも貼って、サマイルの特性カーストボムで亀裂で50ダメージで最後1枚で、アーフェアスタンプつけます。で、このままバーニングダークで倒していと思います。で、バーニングダークで方法前で1枚引きます。ネストボール使います。七キキス EX 出します。逆手に取るで3枚引きます。このターンはドラパルト EX でちょっと攻撃できないので、即席充電で待つターンにしようかなと思います。逃げます。ドラメシアムこれで即席充電で終わりで用意します。はい、それではボスの指令でキチキリスを倒して、この試合は、2-2-2の試合にしていきたいと思います。
そのまま、バーニングダックで5歩前で1枚いきます。はい、このターンは次相手がボスのシェルでロトムブイを気絶させてしまった場合はサイド2枚取られて負けてしまうので、なんじゃも打って手札干渉しながら崩れたスタジアムでロトムブイをトラッシュしたいなと思います。不思議な目で進化、夜の特進化で宝石探しに使用します。崩れたスタジアムとなんじゃも持ってきます。ペパボール、ネアバンキブイとカウンターキャッチャーとかします。輝く風鈴持ってきます。輝く風鈴は本当は逃げるエネルギーが2なんでベンチに置きたくはないんですけど、次人影などの追加のアタッカーを出された時にファントムダイブで1点ずらして気絶させたいので、ちょっとやむを得なく出します。輝く風鈴ベンチ出します。崩れたスタジアム貼ります。ロトムイトラッシュ、基本本能エネルギー貼ってなんじゃも使用します。手札1枚戻して3枚いきます。で逃げます。これでファントムダイブで60を乗せて守ります。はい、戻します。はい、なんじゃものトップのドローの3枚がこれでした。で、多分ここで人影とかを展開しても輝く風鈴の特性のペインスプーンで3枚取りされてしまうので、このターンは相手の手札の3枚がちょっと弱いことにかけて、このターンは輝くリザードンを準備してバーニングダークで攻撃して、次のターンリザードンが倒されても大丈夫なようにしていきたいと思います。ペッパー使用してネストボールで、そのままネストボール使用して輝くリザードンをベンチに準備しておきます。そしたらこのままバーニングダークでお祈りします。どうぞ。しまい引きます。はい、このターンは前のリザードン EX を気絶させて相手に炎エネルギーを引かれないことを祈るって感じですかね。前のターンにかがり座にエネルギーを張ってないので、おそらく手札にエネルギーはないので、まあ、何じゃもも打たない方がいいかなと思います。ペインスプーンで前のリザードン EX の20ダメージをロボムに出しておきます。このままファントムダイブでリザードン EX 気絶のロトムブーに60ダメージ乗せるので140。いやー、ラストターンだなこれは。じゃあ輝くリザードン前で1枚いきます。このエネルギーを引くことができなかったので、なんじゃもで頑張って引いていきたいと思います。じゃあマーフィー置いといて、なんじゃも打ちます。まあ、一応まだカウンターキャッチャーを引いて、輝くフーディーを縛って即席充電してもまだギリギリ勝負になるんで、最悪カウンターキャッチャーでもまあギリギリ2枚。このエネルギーを引くことができなかったので、このまま即席充電して3枚引いて終わりです。で1枚引いてファントムダイブで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや早いねスピードが、まさかあの輝くリザードンで一撃で倒した返しにあそこまで全部できると思わなかったから、それはそうだ、ね、もうニョルノ族の強いとこ出たね。うん、好きなトレーナーズ2枚持ってこれるってのはあまりにも強いね。まさかロトムが消えるまで思ってなかったから。はい、今回はドラパルト EX ベースリザードン EX で対戦していったんですけど、どうですか。自分はそこまでたくさんステラミラクルの環境をやってないんですけど、なんか世界大会の環境と比べるとちょっとスピード感がすごくてちょっとびっくりしてるんですけど、うん、どうでしょう。ドラパルト EX デッキの従来の欠点であるやっぱエネルギーがねどうしてもつけられないっていうところが弱い部分かなと思ってたけど、きらめく結晶であったり赤松とかの登場でエネルギーの問題が解消されてて、で今の構築夜のづく型だと宝石探しによって好きなトレーナーズ2枚ってことで安定もするし、したい行動するようなカードでも取れるから強いなと思います。うん、いやめちゃ強かったね。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では今回の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。